今日、高知商工会館で開かれた第1回高知県総合教育会議では、教育 DX、教育現場でのデジタル化の取り組みなどについて、浜田知事や県の長岡教育長が出席し、意見交換を行いました。この中で、香美市の鏡野中学校と高知市の高知国際高校の各校長が事例を報告し、鏡野中では授業でタブレット端末を活用して生徒全員が考えを共有することで学びが深まるという生徒の声が紹介されました。こちらが研究推進体制となります。そういう考えもあったからって言って、なんかじゃあ次これに活かしてみようっていう、どんどん考えが広まっていきます。県では総合教育会議を今年度あと3回行う予定で、今後も教育 DX の取り組みをさらに進めたい考えです。